そうですね、ということで FM14 もね、クリスタル通信が、もう、はい、クリスタル通信もで FF14 に関してはマジで1日5時間ぐらいやらないと多分追いつかないんで、もうそ5時間はないよって、さすがにちょっと5時間無理っすね、うん、家にいる時間がね1週間で数時間だなんで、まあ、一応ノートパソコンは常に持ち歩いてるんですよね。なかなか難しいっすよね今ね、うん、だからもう病院も行けませんよ。いやストーリーもちゃんと見てますよ本当ね。この前収録やったんですけどクイズ出してくるんですよもうマジ全員スパルタなんですよね。ちょっとさ全員ちょっとスパルタじゃないですかね。なんかゲーム芸人としてね一応名乗ってますから結果出さなきゃダメですけど、なかなか難しいですよね。でもストーリーも何回も追って、で YouTube 合間 YouTube でストーリーとか全部もう一回おさらいして、うん、単語が難しいですよね FF14。 そのやってた歴代の FF のなんか名前とか出てきたときはすぐ助かるんですけど、割と FF14 のみにしか存在しない街の名前とかなんで、それをね覚えるのがやっぱ難しいですよね。リムサーロミンサーとか全然覚えられなかったもんな、名前めっちゃむずくない、うん、そうそう専門用語が多いですよね。ここも早くセブン終わらせて、14もね、うん、いや早くこれ FF3 のとこ行きたいんですよ14。みんなが言う3やってると感動するよってとこまで、ね、僕の始まりは FF3 なんで